内閣総理大臣専用車内閣総理大臣専用車は日本の内閣総理大臣が使用する公用車である。アメリカ大統領専用車とは違い、前席と後席の間に隔壁はない。現在ではいずれもトヨタ自動車製のセンチュリー及びレクサス LS600HL の2車種が併用されている。内閣総理大臣が外出のため移動する際は公用、 使用問わず総理専用車を使用し、警視庁のセキュリティポリスによる、新編警護がなされる。総理専用車は、テロ対策として、防弾ガラスや特殊鋼の装甲が施された防弾車、使用であるが、セキュリティ上の理由から詳しいスペックは明らかに、されていない。他の国務大臣の公用車には、防弾改造は施されておらず、この点でも、行政府の名がたる、 内閣総理大臣の専用車は特別な扱いである。フロントグリルの内股は外を呼びるアバンパーには LED 光源の正当が装備されており、総理大臣乗車時にはこれを点灯させて走る。運転手は総理大臣官邸の職員。内閣総理大臣の体幹とともに退任し、新しい運転手が選任される。一般の自動車と同様にナンバープレートを取得しているが、 老朽化等で車両の入れ替えがあっても番号は30から00、50から00、70から00、80から00等の切り番であることが多いが、他に38から00も使われている。車検症状の所有者は内閣である。改装時を除いて、総理専用車が単独で移動することはなく、関係車両による車列を組んで走る。 総理専用車の助手席に SP キャップが同乗するほか、これを挟む形で、前後2台の警護車を加えた3台が、車列の最小構成単位であり、あとは状況に応じ、車列に警護車や白黒パトカーが増えたり、共同通信車と、時事通信車所属の総理大臣担当記者が乗る、いわゆる、番車や、随行する官僚の公用車が加わる。 なお、車列の最小構成単位の3台は可能な限り、メーカーが統一される。現在の総理専用車は、上記の通りいずれも、トヨタ自動車製であることから、警護車もこれに習って、センチュリー、クラウンマジェスタといった、トヨタ製の大型セダンが使われ、車体色も黒で統一されている。2017年3月、総理専用車の車種に合わせる形で警護車として、 レクサス LS が新たに6台配備され、現在ではレクサス LS がメインの警護車として使用されている。総理大臣は移動ルートが頻繁に変わるので、移動タイミングに合わせて信号機をすべて青にするなどの特別措置は基本的に取られず、赤信号でも停車するなど道路交通法を遵守しながら走行する。ただし、総理大臣の身の安全を最優先とする観点から、 危険が予知される場合には警護車に乗車する SP が箱乗りをしながら赤色の誘導棒を振り回して C の一般車両を適宜規制する。この対応でも危険を排除できない場合は警察の緊急自動車に誘導されている他の車両は緊急自動車とみなす法令上の規定にのっとり先導警護車の緊急走行に従って総理専用車も緊急走行し危険から逃れる。 平常時では、総理専用車に先行する警護車は周囲に不審な車両や人物がないか、常に警戒し、後続の警護車は後方から車列に近づく不審車等がないか、目を光らせるとともに、交差点では急加速して、総理専用車の外側に回り込み、横からの突進に備える。過去には、当時の小泉純一郎総理の乗った信号待ち中の車列を、 左後方から強引に追い抜こうとした不穏なミニバイクの行く手を SP が警護車のドアを開けて阻止するという強行措置が取られた。第26代、田中義和内閣、第27代、浜口友好内閣時代は、第1次世界大戦の賃貸で、戦利品としたベンツ、第28代、若月霊次郎内閣時代は若月が内務大臣時代に使用していた。 内務省のパッカード、第29代、犬飼い武内閣時代は、区内省が1928年11月6日の5体験のパレード用に購入した1928年式、クライスラー、第30代、斉藤実内閣、第31代、岡田圭介内閣、第32代、広田幸樹内閣、第33代、林千十郎内閣、第34代、 この F ミマロ内閣第35代、平沼木一郎内閣第36代、安倍信幸内閣時代は、新車で購入した1931年式リンカーンであった。このリンカーンには、途中から防弾ガラスとボディに装甲が施され、かなりの重量課題となったことで、安倍信幸から戦車に乗っているようだと不況を買うこととなった。 安倍がこの車に乗ることを拒否したため一時的に南洋町のパッカードを使用していたが、代替となる車を探そうにも当時新たな車を輸入する目とはなかった。その後、上海に駐留する津田中条の乗車との交換で1939年式、ビュイックが総理専用車となり、第38代、与内三つ内閣までこの車が使用された。 戦争の進行とともに燃料が不足し、市中の一般車が木炭自動車に改造されていた第40代、東条秀樹内閣の頃になると、総理専用車もプロパンガス仕様に改造されることとなったが、日に、東条の専用車はシンガポールで接収された1940年式クライスラーで、これと並行して陸軍省にあった1936年式。 ビュイックをオープントップに改造して使用することもあった。戦後も総理専用車をはじめとする政府公用車はアメリカ車の使用が続いた。しかし政府の自動車産業育成政策により国産車に切り替えられるようになった。第58代岸信介内閣の時、日産がライセンス生産していたオースチン A50 ケンブリッジを導入した。 1960年代初頭第61代佐藤栄作内閣の時代からは日本車が使用されるようになった。1963年のケネディ大統領暗殺事件を機に総理専用車の安全性向上が考慮されるようになり、当時発売されて間もないセンチュリーを開発したトヨタ自動車がこれを引き受けることになった。ボディに使用する特殊工は当時の富士製鉄。 はめ殺し式の防弾ガラスは、朝日ガラスが開発したものであった。佐藤英作内閣の末期に、公用車のみでは不便との理由から佐藤自ら死費で、総理専用車と全く同じ仕様の初代、センチュリーを発注。首相退任直後の1972年10月に納車された。総理専用車と全く同じ仕様のため、 防弾ガラスやフロントグリル街の製刀などが装備された。同社は佐藤が死去するまで使用され、佐藤死去後の1975年11月に総合警備保障へ譲渡。その後、1992年頃まで同社の警護車として使用され、ダライ・ラマ14世やヨハネ・パウロ2世の来日時の警護に用いられた。現在、同社は日本自動車博物館に寄贈展示されている。 1967年以来、初代及び2代目のセンチュリーが、総理専用車として使用されてきたが、北海道東野湖サミットを控えた2008年6月からは、低燃費かつ CO2 排出量が少ない、レクサス LS600HL が導入された。2015年には、レクサス LS600HL の新型に更新。2020年4月、3代目のセンチュリーが、 新たに導入された。ありがとうございます。